お疲れ様です。吉谷さんがコンテンツビジネスをこれからも進めていくのは、まあ、吉谷さんにとっては正解なんじゃないかなと思いますよね。で、私は結局ね、商品売らなくても人とのつながりがなくならないんですよね。今でも速稼塾入ってくださる方いますし、なんだったらコンテンツビジネスもやってますしね。で、最近ね、ものすごく面白いビジネスで成功している人がいて、この人はね、あんまりネット使わないんですよ。っていうか、ほとんど使ってないですね。最初はネットの使い方はちょろちょろってやったんですけども、結局ね、車検ビジネスっていうやつに、入っていって、で、それが結構うまくいってるんでね、車検ビジネスになったわけですけども、まあ、この人はちなみに、車を今持ってないんですよ。車検ビジネスをやって、で、それを、じゃあコンテンツ化して売るかって言ったら売らなくって、その車検ビジネスが性に合ってるんで、それをね、ぐる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 やっていって、この車検ビジネスのいいところって、リピートするんですよね。ある程度リピートする。で、本当にいいなって感じですよね。この仕組みをもうちょっとね、上手に作ると、また先があるかなっていうところなんですけども。で、投資を私はね、やっていっても、投資のコンテンツもね、まあ、ご存知のように売れてますしね。今46人の方が私の FX の塾に入ってくださってて、で、今2年なんで、1年間で20名ぐらいですか。で、商品50万ぐらいなんで、まあまあこれで20人だったらね、50万かける20が年間の塾生ということなんで、まあ、そんなに変な売り上げにはなってないかなと思うんですよ。まあもともと最初は30万だったんですけどね、今50万でやってるって感じで、まあここでだいぶ落ち着いたかなってことです。で、速稼塾も結局ね、今でもポロポロ売れてるんですよね。まあ毎週売れるみたいなことはなくなりましたけども、まあ月に1本とか2本とか、まあでもこれ単価で言うと30万なんで、月に1本売れれば、まあまあやっていけるかなってところとね、2本売れたらもっともっとやっていけるかなっていうところに加えて、まあFX とかね、暗号通貨ですからね。まあ、暗号通貨でコミュニティができて、そこでの売り上げもあったりとかして、結局ね、何ですかね、コミュニティ運営はしてるんですよ。コンテンツをバンバン販売はしてないです。例えば、2万、3万の商品を作りました。セールスをしますってことはないです。で、セールスを乱発しないからこそ、なんか売れてる部分もあるのかなと思いますしね。まあ、だからね、私自身ね、導かれるようにこうなってるような気がしますね。最初はセルフバックだけだったんですけども、セルフバックから自分の次の方向っていうのが見えてきて、そっちの方に歩んでいったらまた別の糸口が見えてきてみたいな感じで、こうね、どんどん網だくじみたいに辿っていったみたいな、まあ、確かにね、吉谷さんが投資やろうかなと思いながら進めていって、コンテンツビジネスがね、ここまで続いてるんだったら、多分それが王道になったんだと思いますよ。で、コンテンツビジネスを教わりたい方っていうのは、数年前から比べてぐっと増えたっていう感じはしますよね。特に YouTube をやってる方は、もう広告収入なんて全然うまくいかなくなってきたから、もうコンテンツビジネスになってくるわけですよ。例えば、メンバーシップをやって、そのメンバーシップの金額を増やしていったり、人数を増やしていったり、投げ銭に依存してみたりとかね。で、自分の商品とかを作ったりとか、なんかグッズを作ったりしてる人がいますよね。あれも言ってみればなんかコンテンツビジネスなのかなと思いますから。だから広告収入っていう切り口で YouTube が広まったんですけども、今第2のコンテンツの時代というかね、第3の時代になってるかもしれませんけども、マーケットがそうやって動いていきますからね。で、うまい稼ぎ方っていうのが確かに見つかるんですよ。みんなでこうやって群がった結果で、うまいビジネスが見つかると、そこにまた多くの人が群がって、それはそれで飽和していってってことを繰り返していって、でも飽和しようが黎明期だろうが、そこにしっかりとね、地に足をつけてらっしゃる方がいるっていうのもまた事実で、それがまあコンテンツビジネス界では吉谷さんなんかなと思いますけどね。まあ羨ましいところありますね。私もね、商品売って売れないことはないんですけども、私の場合はね、 FX とか投資をやって常にそれはね、恐怖もつきまとうわけですよ。このスキルがいきなりなくなったらどうしようみたいなね。いきなり噛み合わなくなったら、何をやっても、投資してマイナスになってね。で、損失が出るわけですよ。で、コンテンツビジネスって基本的に損失は出ないじゃないですか。その労力ってものはね、失われるかもしれませんけども、
時間的なリスクってのあると思いますけども、じゃあコンテンツビジネスで500万目指したセールスが失敗して50万損するのかっつったら、それはしないですからね。金額的にはマイナスにはなんないですからね。投資はなるんですよね。ポジション取ってエントリーして、で、結局ロスカット食らいましたって言ったら、儲けるつもりで投資をやったのに今日は3万の損失ですみたいなことが起きるわけですよね。そういうのはありますね、確かにね。だからこそ余剰資金を作るためのコンテンツビジネスと、その余剰資金でさらに資金を増やす可能性のある投資っていう風な組み合わせで、まさに4つのクワドラントをね、もう本当に地道に守ってるって感じですかね。個人労働者としての自分がいて、スモールビジネス、ビッグビジネス、それからインベスターっていうのがあって、全部同時に稼働してる状態ですよ今ね。はい。まあファイヤーっていうのはね、私はファイヤーしてないですね。まあ隠居もしてないし、だからファイヤーってあんまり幸せな生き方じゃないような気がします、実は。結局何かの役に立ってるとか、どこかに属してるか、何かに参加してるとかっていうものがあった方が結局ね、腰が座るんじゃないかなと。だから本当に自由で何もかも、もうお金の心配もないよとかになっても、結局ね、なんかツーリング行ってそこで仲間作ってみたりとかね、なんかどっかのねお店の常連になってみたりとかのあるんじゃないかなと思いますよね。そもそもね、あれなんですよね、会社に勤め出してそこで嫌なことがあってファイヤーを目指す人って、なんかお金の問題っていうよりも人の問題をクリアしてないんじゃないかなと思います。で、最も難しいのは人間関係だっていうふうにね、多くの方が言いますけども、まあ、これが今回の動画の、ね、結論ですけども、最も難しいのは人間関係、最も難しいのはお金の問題だろうってやっぱり思いますけどね。人間関係って結局自分が、まあ、我慢すれば究極はいいわけですよ。でもお金の問題って我慢してもね、お金にならないこと結構ありますからね。どっちが難しいんですかね。いってらっしゃい。